嵐、櫻井翔は高学歴のインテリでニュースキャスターも務めるなど幅広く活躍していますが、司会ぶりを疑問視する声もあるようです。どのような声が上がっているのでしょうか。目次、櫻井翔の司会 MC に対して、櫻井翔ほか嵐の自宅事情、櫻井翔の司会 MC に対して、しかし一部で櫻井翔の司会 MC ぶりに下手つまらないの声が上がっています。カンペ読みすぎ、棒読み、台本通り、生放送は無理、中居くんに比べたらまだまだなどとの書き込みが嵐ファンからも見られます。確かにニュースゼロなどを見ていると、コメントもごく一般的なことを言っている印象ですし、話し方にも抑揚があまりなく思いが伝わってくるというような感じではないですよね。櫻井翔がこうした番組に出演し続けているのは事務所のゴリ押しなど何か大人の事情が絡んでいるのでしょうか。しかし一方でそうしたおとなしめの雰囲気がかえっていいのか、嵐の中で一番安心できるといったような声があるのも事実です。また下手だと言っているファンも決して櫻井翔を非難する意図ではなく、むしろ愛情をしっかりと持っているからこそのアドバイスといったニュアンスに感じられました。キャラは同じにする必要はないですが、スマップの中居正広クラスの安定感を目指して頑張ってほしいですね。櫻井翔ほか嵐の自宅事情、嵐の自宅情報ですが、なかなか詳細な情報は出回っていません。分かっている情報をまとめると以下のようになります。二宮和也は以前購入したのは都内の億ションだとの情報が流れましたが、より詳細な内容は分かっていません。インドア派の相葉雅紀は室内を自分の思うようにアレンジできるようにと1億5000万円する都内の中古超高級デザイナーズマンションを購入と報じられました。リーダーの大野さとしですが、こちらは完璧なまでに情報が出回っていません。すごい情報管理ですね。関連記事、大野さとしが壇蜜と熱愛、自宅マンションの場所住所は、嵐大野さとしの熱愛が日刊スポーツに、高3マリが相手、ハワイで涙、松本潤が購入したマンションは一説に9000万円とも言われ、場所は世田谷区です。小栗旬に勧めて今は同じマンションの別棟にいるそうです。関連記事、小栗旬自宅の住所は世田谷のマンション。そして櫻井翔ですが、彼の場合2つの説があるようです。一つは六本木あたりにあるタワーマンションという情報、もう一つがホテル暮らしをしているというもの。超多忙でニュース番組のための勉強なども熱心にすることから、掃除や食事のことを何もしなくていいという理由と、セキュリティもしっかりしているのでプライバシーの面でもこちらの方が良いという理由からだそうです。しかしホテルでさえ櫻井翔が使用したシーツの匂いを嗅いだというつぶやきや、宿泊していた部屋の写真が拡散するという騒動もあったようで、ホテルだから絶対安心ともいかないようです。ちなみに櫻井翔の実家は世田谷区の高級住宅街の大きな家、母親の実家は群馬県前橋市のお屋敷のような家との情報があります。